ドラえもん、ベトナムでもドラえもんらしいです。辛い辛いやつ美味しそうだけど、ちょっと次回かな。おお、チキンめっちゃ美味しそうじゃん。すごい、125円か。だったらバインミー食べるかな。結構コンビニは日本の価格帯は一緒ぐらいな、ちょっとお高めですね。コンビニの中は本当に日本と変わらない、全く変わらないですね。すごい、もうただ日本のファミリーマートがこっちに来たみたいな感じ。ファミチキはこういう感じで、めっちゃ美味しそうなファミチキ。本当ドラえもんの推しがすごいな。これ QR コードでも多分払えるようになってるな。すごいな、やっぱベトナムはキャッシュフリーすごくいい。でも僕はこっちの銀行持ってないんで、この銀行とかを入ったけど、あ、このペイオーオーってやつよく見ますね。あと確かカフェとかはサムスンペイが主流で、この機械がアップルペイを認識はしないんですよ。でもサムスンペイならいけるってことで、もしベトナムに長期で住まれる方はサムスンの携帯1個持っとくと財布として便利かもしれないっていう。いいな、ベトナム住むならサムスンの携帯ノートない買おう。いやー、住友三井が作ってるのかな。日本の国旗を見るとちょっとおーってなりますね。やっぱり日本であんまり国旗って見ないですからね、生活してて。日本人の名前もありますね。達也、まあ、須澤さん、 ONG さん、 ONG は違うか、たけし、伊達さん、和光、田原さん、3人の方が建設に関わってるのかな、代表の方かな。横にあれ電話番号っぽいのありますね。へー、すごい。いやー、すごいな。やっぱベトナムの現状を知れるのはやっぱ自分たちの足で歩かないとダメですね。あそこに書いてあるベトナムジャパンって、すごい。Chicken, egg, thank you. そこが横が高島屋が、そこにあって高島屋のこれ食べます。70帰ってきました。なので30なんで150円ですね。150円でこれだけの美味しそうなご飯が食べれます。サングラス売りのおじちゃんも、やっぱりローカルの人がおすすめのお店に僕は行きたいので、こういう店に行きたいです。チキン絶対これ美味しいよ。まずチキン見せよう。うわ、ちょっとやばい、絶対美味しいやつだ。これはキッコーマンの醤油みたいなやつと、揚げた卵が半分ですね。卵は半分です。でオクラが結構5つぐらい入ってて、オクラが僕大好きなんで、
オクラご飯チキン、ほんとシンプルな僕の好きなやつが全部乗ってて、いただきます。うん、おいしい。オクラめっちゃおいしいな。なんか結構ベトナムはオクラ付け合わせに多いですね。この前行ったあのヤギ胸肉のお店も、あ、おいしいな。うん、うまい。じゃあ本命の鶏肉とご飯、まずご飯、ベトナムのご飯どうなんだろう。ベトナムは米の消費量も多いですからね。うん、あ、美味しい。ちょっとタイ米に似てるのかな。タイ米に似てて長細い麺のご飯も、うん、うまい。あ、僕ベトナム住めるわ。住めますね。鶏肉いただきます。うん、うん、やばい、想像以上に美味しい。うん、え、待って、これ150円ランチか。いいな。もしかしたら僕ベトナムの方が台湾より合ってるかもしれないな。ご飯は好きですね。うん、うまい。うん、スープ、なんかちょっと独特な味付けだな。何の味だこれ。美味しいんですけど、レモングラスだ、レモングラスの味だ。うん、めっちゃ美味しいです。卵、黄身のとこあんまないけど、ちょっとしかないけど、いただきます。うん、まあいいや。昼、あの朝バインミー食べたんで、卵はちょっと外れというかあれですね、白身のとこで、あれは白身だけなのかな、もしかして。美味しいです。最後に緑茶みたいのもくれました。美味しかったです。あそこから自分でも取っていいんだ。高島屋の横、この食堂めっちゃ美味しいです。それでは。